カロヤノボは、ブルガリア中部の村、及び、それを中心とした、基礎自治体であり、プロブリフ州に属する。村は、農業地帯の中にあり、ヒサ屋のスパリゾート地にも近い。住民はほぼすべて、ブルガリア人である。しかし、その信仰は、大きく二つに分かれる。村の住民のうちおよそ1600人が、ブルガリア正教会に属する一方、1100人は、 ローマカトリック教会に属している。ブルガリア聖教会の聖堂は1845年に建てられ、またゴシックリバイバル建築のカトリックの聖堂もある。聖教徒の一部はバルカン戦争以降にギリシャ領のマケドニア、特にゴルノフラシタニから追放されてきた住民である。カロヤノボ基礎自治体にはその中心であるカロヤノボをはじめとする以下の町村が存在している。 2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。